大か、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年のちょっと日本語がおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。では早速やっていきましょう。さあ本日9月5日月曜日です。現在時刻6時36分です。本日最高気温33度、最低気温28度で晴れです。降水確率は 10% 以下なので傘は必要ないと思います。台風もね、まあ近くまで来そうな感じなんですけど、全然全く影響を受けないような感じだと思います。以上天気予報でした。さあ続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は 13,620 人でした。うち NAT にて発覚したのが 3,101 人、 RAT にて発覚したのが 7,582 人、PCR にて確認できたのが 2,937 人でした。国外からの入国者で感染者は164名です。死者は8名でした。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了しているのが682万3209人、人口の 93.5%、 2度目のワクチン接種完了しているのが660万トンで5497人、人口の 90.7%、 3度目のワクチン接種完了しているのが500万トンで8700人、人口の 72.9%、 4度目のワクチン接種完了しているのが342,650人、香港の人口は730万人程度です。続きまして本日のビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時38分です。ビットコインの価格は 19,875.87 ドルでした。さあ今日もねゆるっとニュースやっていきたいと思います。まずですね、瀬尾の方でね、バイクに乗った女性が、ランブルギーニにね突撃してしまうという、そういうニュースがありました。思いっきりね突撃してしまって、そのバイクに乗ってた25歳のね女性がね宙を舞う姿がねなんともちょっと恐ろしいなと思ったんですが、この瀬尾ビーチの近くの、すごいカーブのきついところがあるらしくて、そこはかなりですね、事故がよく起きるらしくてですね、ここ1年間でね3回ほどそういう事故にが起きていて、で、まあそのうちの一人なんかはね、もう出血多量でね、とても危険な状態になったとかですね。まあそういったこともね、起きるぐらいよく事故の起きる道だったみたいです。まあね、こういうのを見てしまうとね、本当車とかね、バイクに乗るのね、怖いなって思ってしまうんですが、事故に遭った方々がね、無事であることを祈りします。続きましてね、これもちょっと前の話になるんですけど、4日ぐらい前ですかね、コーズウェイベイ、トロワンですね、の、中古時計屋さん、高級中古時計屋さんが、まあ、強盗に遭いまして、強盗に入ったのは、3名で、4名かな、銃を持っている人で、包丁を持っている人で、最後は、金槌ですね、を持っている人が入っていったみたいで、結構1000万ドルぐらいのね、損失が出てるのではないかと予想されています。100近くのね時計が盗まれたらしいです。いや本当怖いですよね。もう銃が本物だったのかどうかすらねまだね分かってない状態というか、警察側はね時計が本物だったかどうかすら分かってないとか言い出してね、まあわけのわからない本当に無能な警察なんですけど、まあそういう事件があったので、ちょっとねなんかそういうこういう事件あんま聞いたことないような気がするんだけど、どうだろう、まあそうでもないかな、まあ、ちょっと怖い話だったので、まあ、高級店とかね最近ちょっと危険な感じがしなくもないですよね。まあなんとかね、犯人が捕まって、お金もしくはね時計がね返ってくることを祈ってます。で、最後にというかですね、次のニュースで、ミラーのねアンソン・コンさん、ミラーの、メンバーなのかなのお兄さんが開いたお店ということでね、チムサーチョにラーメン屋さん日暮屋というのがねできたみたいです。うん、でそこにね、そのメンバーのねアンソン・コンさんがね、なんていうんですかね応援に行ったということで、ファンの皆様がですね、まあそれの情報をどこかで嗅ぎつけたんでしょうね。お店の前にね大行列ができていてすごいことになってましたね。でミラーといえばですね、もう1ヶ月以上前の話になってしまうんですが、コンサートでね大型の LED テレビがね落ちてきて、
ダンサーのね、モーさんが下敷きになってしまうというね、大事件、その後の状況なんですが、怪我がね、今回のね、事故で受けた怪我というのかな、まあ、後遺症が必ず残ってしまうということがね、分かったのと、まあもう今もね、まだ呼吸器なしでは生活ができないような状態なので、ですが、最近ね、分かったことがあって、今回の事故の原因は、部品のミスだったみたいです。そもそも、その、なんていうんですかね、重さに耐えられる部品を使っていなかったということで、まあ、それを用意した側、設計した方なのか、それを取り付けるときにね、取り付けミスを行ってしまったのかっていうのをね、検査し、調査しているみたいです。早くね、そういったところもね、しっかりと確認して、今後こういったことがね、起きないようにしてほしいなと思うんですけど、まあ、ちょっと時間がかかるということらしいので、まあでもそんなのね、設計した人、ここにこれを使うみたいな設計図があるだろうから、まあそれをね、出してくればすぐにわかるようなことだとは思うんですけど、そうですね、まあ、もしかしたらそういった設計図もなしにね、その場、現場でね、あ、これ使えば大丈夫って、これでなんとかなるみたいな、これでこういう風にしろっていう風に指示してたのかなと思う。まあそんな原始的なやり方だったのかなという感じですね。ということで、長い間お休みさせていただいて申し訳ありません。ちょっとね、妻の、事情で一回ね、日本に帰らないといけなくて、3泊4日日本に行ってました。で、帰ってきて3泊4日の隔離というのでね、なんかちょっと隔離の日数に対してね、日本の滞在期間がね、納得いかないような状況だったんですけど、隔離期間中のホテルでの様子を YouTube に上げたので、もしよろしければ、概要欄のリンクからね、行って見ていただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルではね、こういった香港の、三面記事的なニュースをね、毎日 2,3 本取り上げてます。もし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけると非常に嬉しいです。ということで、本日以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。チョイキン、またね。バイバーイ。